この匂いが嫌いすぎて逃げました、子供たちは。逃げる。You need it, girl. You need it. Come on, boo boo. You need one. Yeah. I need a boo. You got pollen. Okay, foreign reaction. Kitchen やってんだけど、キッチンは。みんなのご飯作るところじゃん。だから美味しいご飯が作れますように、健康になりますようにっていう意味です。で、子供たちの部屋も、子供たちの部屋もいいエナジーがきますよ。リビングルームすごく大事。ダイニングも。みんなが楽しく食べれますよ。健康を祈って美味しいものが食べれますように。リビングルーム。みんな楽しく仲良く。こんな感じでやるじゃん。で、私たちのベッドルーム大事。ベッドルーム。しっかりとした質のいい眠りを得られますようにみたいな。てかベッドメイキングしたのにめちゃくちゃやんけ、もうすでにね。であと一人ずつ子供の頭とかにこうやって。私の前髪やばくね、今日。牢屋ごっこっていうのやってますね。牢屋ごっこっていうのをやってる。私の前髪やばくね、今日。私の前髪やばいよね。まだ前髪がものすごいことになってるんだけど、ちょっと見せたいものがあるわけ。見える？これ見えますか？鍵かけてる。これ見えますか？これ花粉なんだよ。花粉すっごいわけ。もうなんかもうこことかさ、黄色いんだけど、ちょっとこれとかもちょっと黄色いっしょ。ちょっとさ、まあ林が隣にあるってのもあるけど、花粉がすごすぎる。私には全然影響ないんだけど、キャムロンがね、目が超痒くなっちゃうみたいな感じなんだよね。あともしかしたらエリーもちょっとあれかも、好きじゃないかも。フローレンスは大丈夫だけど、あとうちの旦那もすごい花粉で目が痒いとか、あと喉が痛いとか言ってるし。どうにかなってほしいね、花粉ね、ほんと。前髪だよね、ほんと前髪直さないと。ほら。準備できました。別にどこも行けないから、こういう感じのヘアスタイルですよ。別にジェルとかつけなくていいんだけど、ちょっとこうふわふわしてて落ちてくるのとかうざいから、もうジェルで止めちゃいました。ンケアを終えて、外に出るなら日焼け止めもしますけども、とりあえずこれでおしまい。こういう風に私の朝は始まっていくわけですよ。モーニングルーティーンなんて一度もやったことないっていうのも、忙しすぎてできるわけないと思って今まで手を伸ばしたことがなかったんですけど、でもね、今はお家にいなきゃいけないし、子供たちもホームスクール状態だから、朝はちょっとゆっくりできるからやってみました。 What do you wanna wear today, Florence?今日はエルサ。今日はエルサらしいです、彼女。Forward shield. I have my forward shield, so you can't kill me. I know everybody's super excited to see everyone.